あの屈辱は15年前か。 最大最強の飛空戦艦アグリウス率いる大艦隊による電撃的進攻作戦。この一手でモードナの銀類港を抑えることでエオルゼア併合を確かなものとするはずだった。だが上昇無敗の我が艦隊の前に現れたのは 天を覆い尽くさんばかりのドラゴンの群れ、そして現出せし源流ミドガルズオール。相打つ形で仕留めたもののアグリウスは落ち、我らは軍を引かざるを得なかった。 偽りの神が長領跋扈する証魂の地、二度にわたり帝国の攻勢を跳ねのけし、かくしてエオルゼア信仰は停滞し、奴のような俗物の台頭を許すこととなった。そしてメテオ計画ですら第七霊災なる災厄を引き起こしただけに終わり、 支配構造は何一つ変わっておらん。不浄、不定、不足、この世界はあまりに狂っている。救わねばならぬ。我々が愚かな民を未来へと導く正しき支配と導きこそがこの地に平定をもたらすのだ。 外遇つかるか、御心のままに。技術兵長は、点検終了後、窓口長に報告してください。 先日の閲兵式でも言っていただろう。大きな作戦があるんだってよ。でもよ、カルテノンの戦いから5年、本国は俺たちを放置してきたんだぜ。今さら何をやろうっていうのさ。ガイウス閣下のご意向に疑問でもあるのか。 お前、どこの生まれなんだ？ダルマツカであります。自分はアラミ語であります。コードネームはハミングウェイ。ふん、やっぱりな。 ケース58、パラメキア情報機関からの報告の通りだぜ。草だ、片付けとけ。血もきれいにしとくんだ。 技術が上だってことを思い知らせてやんよ、ガーロンド。
お待ちしておりました。あなたがリムサ・ロミンサからの使者ですね。話は聞いています。冒険者メルビブ提督によほど信頼されているのですね。こちらへどうぞ。ようこそ森の都グリダニアへ。この国のグランドカンパニー総社党の最高司令官当主のカルエ・センナです。メルウィブ提督からのご用件を伺いましょう。
リムサ・ロミンサの使いという冒険者は貴様か。実力のあるものであれば執事にとらわれずに使う。メルウィルも実利というものが分かっておる。我が輩が砂の都オルダハのグランドカンパニー不滅隊の最高司令官ラウバーン・アルディだ。さて要件を聞かせてもらおうか。